吉村光雄2月14日から2011年1月3日は、日本のアナウンサー、鉄道ライター。愛称は、ロングおじさん、ロンちゃん。兵庫県神戸市生まれ、神奈川県横浜市、東京都千代田区育ち。吉村忠明の名義を使用する場合もあった。二女あり。1937年、第一東京市立中学校に入学し、 1942年に卒業。ついで同年藤原工業大学予科に入学。戦後の1948年に、慶応義塾大学大学工学部電気工学科を卒業し、日本放送協会入局。鹿児島放送局に勤務した後、1951年10月に、当時開局を控えたラジオ東京へ、経験者採用として入社。 ラジオ時代には、ドレミファゲーム司会、ジャズの歴史 DJ と、人気番組で活躍。1959年に、交代子生婚の実況放送を担当。1962年4月に、ラジオ編成局放送実施部へ移動し、アナウンス職から離れるが、1965年2月に、アナウンス部へ復帰。1969年3月より、 テレビ編成局放送部、1970年8月より、テレビ本部編成局番組宣伝部で勤務。その間アナウンス部副部長やテレビ本部編成局番組宣伝部部長、テレビ本部編成局番組宣伝部、専門職部長を務めた。当時としては、珍しい長身であることから、ロングおじさん、または、ロンちゃんのニックネームで親しまれ、 1970年代は、出演番組のタイトル、出演者名義に使用された。1981年2月に TBS を定年退職。TBS を退職後は、引き続き TBS の番組に出演する一方、鉄道関係の執筆活動も行っていた。2011年1月3日、京浜急行電鉄に乗車し、 川崎大師に初詣に行った直後に心臓ペースメーカーの電気的トラブルが発生。これにより体調を崩し急性心不全により死去。84歳没。鉄道ファンとして知られており、高校では工芸部に所属地下工作室の電動工作機を放課後自由に使って鉄道模型作りに熱中する。大学では 鉄道研究会に所属していたことがあり、同会卒業生組織の鉄拳三鷹い第三大会長を務める。鉄道友の会には TBS 在職当時から会員として在籍し理事を務めたほか、特定非営利活動法人、日本鉄道模型の会の会長を務めていた。TBS では部署は違うものの、後輩の実相寺明夫とともに鉄道ファンとして、 社内でも知られており、鉄道と自動車に関する知識の深さに定評があり、TBS 在職当時の社内法では、カークラブ代表幹事、全国に響く SL マニアとも紹介された。趣味の鉄道分野での取材、執筆活動を行い、特に京急の愛好者として知られており、京急に関する著作も多数存在する。 TBS 在職中の1972年4月には当時テレビでは系列外だった毎日放送制作の八木次郎賞での鉄道100年記念特別企画にゲスト出演したことがあったこの3年後に毎日放送は TBS 系列にネットチェンジすることになり同番組も TBS でネットすることになった1981年3月にフリーランスとなり以降は 鉄道ジャーナル誌や鉄道ファン誌に寄稿していた。特に校舎では日本国有鉄道、私鉄、JR に当時登場した新型車両の試乗機や日本国外の鉄道に関するレポートを多数掲載。晩年は鉄道ファン誌への寄稿を中心に活動していた。没後の2011年8月、自身が撮影した京急の写真集、京浜急行。 昭和の記憶品川、川崎、横浜、三浦半島を駆け抜けた赤い電車の思い出が発売された。遺骨の一部は、京急の他に愛好していた、スイスの鉄道沿線のアルプスの山々が見渡せる場所に散骨された。内の年度は、突起ない限り、TBS50 年史資料編、または TBS アナウンサーの動きからのもの。突起ない限り、著書。 ありがとうございます。